メインホールのカフェプラットフォームトレインシェット南から駅前系新ターミナルビル新ターミナルビル内部プラハホニ駅はチェコの首都プラハにある鉄道駅ドイツ語圏に倣ってプラハ中央駅とも約出されるチェコ鉄道各線とプラハ地下鉄プラハ支電の各系統が乗り入れているチェコ鉄道の列車は各国の主要都市間を結ぶ国際列車が多く発着する 1866年10月にこの地にあった城壁の取り壊しに伴い鉄道駅の設置が決まり、1871年12月14日に開業。開業当時のプラハはオーストリア帝国領であり、オーストリア皇帝の名にちなんだ皇帝フランツ・ヨーゼフ駅という名称であった。1909年、チェコの建築家、ヨゼフ・ファンタ設計による アールヌーボー風の芸術性が高い駅舎に建て替えられた。第一次世界大戦におけるオーストリア敗北、チェコスロバキアの独立を経て、アメリカ大統領ウィルソンの名にちなんで、ウィットロー・ウィルソン駅と改称された。第二次世界大戦後の1948年、共産党政権下で現在の駅名となった。1970年代に、 地下鉄工事と連動して、駅舎前面に新ターミナルビルと高架道路が建設され、駅舎の1階と2階を隠している。以来、これを撤去すべきという意見がある。2006年から2012年にかけて、大規模な改修工事が行われた。大屋根のガラスの交換、通路や階段をタイル張り舗装とし発車案内板を青色の電光掲示式に変更。 視覚障害者誘導ブロックやエスカレーターを設置するなど西欧の駅に比べ遅れていた駅施設の大規模な改築が行われており急速に近代化バリアフリー化されたプラットフォームのデザインはドイツ鉄道に近い雰囲気となっているキップ売り場周辺や3階のカフェについても改修工事が行われたチェコの国鉄事業を所管する鉄道施設管理公団が 管理運営する。アールヌーボー風の駅舎は歴史あるプラハの街並みと調和している。地上3階、地下1階の4フロアで構成されており、吹き抜け構造になっている3階にカフェがある。カフェは華麗な丸屋根に彩られており、単なる休憩にとどまらず、その空間を鑑賞するだけでも価値がある。 二階に上空ホームがあり様々な列車が発着する。一階及び一階からエスカレーターを上がった二階に切符売り場、売店、カジノコーナーなどがある。一階にはプラハ地下鉄の切符売り場があり、ここから階段で地下一階に降りるとプラハ地下鉄のホームがある。地下二階にある相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。 1974年5月9日に開業したプラハ地下鉄で最も古い駅の一つである。島式ホームではなく相対式ホームであるのは当初は自然の地下駅として計画されたためである。ヨーロッパの中央に位置するプラハホニ駅はヨーロッパ各国と国際列車で結ばれている。チェコ北西を経てドイツのドレスデン、ベルリン、ハンブルクへ向かう列車や チェコ南西よりミュンヘンへ向かう列車が発着する。その他、チェコ北東を抜けて、ポーランドのワルシャワやクラックフとも、寝台列車で結ばれている。ロシアのモスクワ、サンクトペテルブルクやウクライナのキエフにも、寝台列車が通じているが、ほとんどの列車で、車中2泊は必要。チェコ第二の都市であるブルノを経て南東から、オーストリアのウィーン。 スロバキアのブラチスラバへと通じている。主に寝台列車で、ハンガリーのブダペスト、ルーマニアのブカレストとも結ばれている。国内においても、チェスケーブジェヨビーツェ、オロモーツ、プルゼニュ、ブルノといった主要都市と IC や EC を通じて結ばれている。また、プラハ地下鉄の C 線が、プラハ本駅に停車する。プラハ近郊の各路線の中で、 プラハ本駅を発着する路線、列車は、下表の通り、斜面14線の地上駅。駅舎側の1番ホームの北部が切り欠かれており、ここが1バイト番線となっている。2から7番ホームは、すべて島式ホームである。抽選等も含めて、すべての線路に1号線、2号線、と、不板がされているが、この番号は、旅客案内では使用されない。 駅の脇には、プラハ国立歌劇場や国立博物館がある。近距離列車が主に発着するプラハマサリコボ駅も近い。駅から徒歩15分程度で、旧市街広場にまで達する。乗り換えを含めて、地下鉄で3駅から4駅程度で、カレル京やプラハ城などの代表的な観光名所へ行くことが可能。ありがとうございます。